皆さんこんにちは、木田みどりです。このコーナーでは簡単な日常会話とお店や会社で使える手話をご紹介します。一緒に覚えていきましょう。手話は目で見る言葉です。手だけでなく指や表情も交えて表現します。思考や意思の伝達、感情表現まで音声言語と同じように伝えられます。手話にも方言があります。例えば名前という言葉は鳥取県ではこのように表しますが、東京ではこのように表現します。言葉によって地域性があるなんてちょっと面白いですよね。手話で会話するとき、次のことに気をつけましょう。 1. 相手の目と顔を見ながら手話をしましょう。 2. 手話初心者の場合は手話をするのに合わせてゆっくり話しましょう。3. 表情も交えて伝えることで言葉のニュアンスが伝わります。 4. 片手で手話表現する場合は利き手で行います。右利きの人は右手で、左利きの人は左手で行います。まずは日常会話の基本、挨拶からです。おはようございます。片手の握り拳をこめかみに当てて素早く下ろします。両手の人差し指を向かい合わせて曲げます。これは挨拶を表しています。それでは皆さんご一緒に、おはようございます。こんにちは。人差し指と中指を額の中央に当てます。これは時計の12時を表します。そして両手の人差し指を曲げ挨拶を表します。それでは皆さんご一緒に、こんにちは。こんばんは。両方の手のひらを相手に向け、そのまま交差させながら下ろします。これは位を表します。そして両手の人差し指を曲げ挨拶を表します。それでは皆さんご一緒に、こんばんは。はじめまして。片手を水平にし、そこからもう片方の手を上げます。この時人差し指を水平に伸ばすように気をつけてください。両手の人差し指を立てて見合わせます。これは人と人が会うことを表します。それでは皆さんご一緒に、はじめまして。久しぶり。両手の甲を付け合わせて左右に離していきます。そ
それでは皆さんご一緒に。久しぶり。よろしくお願いします。握った拳を鼻のあたりから前に出し、続いて片手で拝みます。片手で拝むのはお願いを表します。それでは皆さんご一緒に、よろしくお願いします。ごめんなさい。人差し指と親指で眉間のあたりをつまむ動作をし、その後片手で拝みます。それでは皆さんご一緒に、ごめんなさい。ありがとう。手のひらを下に向け、その手の甲に片手を当てて拝むように引き上げます。それでは皆さんご一緒に、ありがとう。どうしました？困っている人に話しかけるときに使ってみましょう。人差し指を立てて左右に振ります。何という表現です。このとき首をかしげます。これが手話表現の疑問形になります。それでは皆さんご一緒に、どうしました？大丈夫ですか？5本揃えた指先を片方の胸からもう片方の胸に移動させます。疑問形なので首をかしげながら行います。それでは皆さんご一緒に、大丈夫ですか？元気ですか？両手を握り、体の前に置いて2回上下させます。疑問形なので首をかしげながら行います。それでは皆さんご一緒に、元気ですか？お会いできて嬉しいです。両手の人差し指を立てて見合わせます。出会うを表します。両手のひらを胸に当てて交互に上下させます。嬉しいを表します。それでは皆さんご一緒に、お会いできて嬉しいです。ご苦労様です。腕の肘までのところを2回叩きます。その後叩いた手で拝みます。それでは皆さんご一緒に、ご苦労様です。またお会いしましょう。さようなら。
軽く握った手を初期の状態に変えながら横に倒します。両手の人差し指を立てて見合わせ、出会うを表します。片手を広げて左右に軽く振ります。さようならを表します。それでは皆さんご一緒に、またお会いしましょう。さようなら。わかりました。わかりません。わかりましたは、胸に当てた手をそのままなで下ろします。それでは皆さんご一緒に、わかりました。続いて、わかりませんは、片手で胸、肩のあたりを2回ほど払い上げます。それでは皆さんご一緒に、わかりません。好き、嫌い。好きは喉から手が出るほど欲しいという言葉があるように、喉から手を前に出しながら親指と人差し指でつまむ動作をします。それでは皆さんご一緒に、好き。続いて、嫌いは同じく喉から手を前に出しますが、指の動きが好きとは逆になり、親指と人差し指を離しながら行います。それでは皆さんご一緒に、嫌い。どちらが好きですか？両手の人差し指を立てて向かい合わせ、交互に数回上下させます。そして好きを表す動作をします。疑問形なので首をかしげます。それでは皆さんご一緒に、どちらが好きですか？どれが好きですか？目の前にいろいろなものが並び、選んでいるイメージで人差し指を横に動かします。そして好きを表す動作をします。疑問形なので首をかしげます。それでは皆さんご一緒に、どれが好きですか？私は手話がわかりません。勉強しています。両手の人差し指を立て、このようにぐるぐる回します。手話を表します。わかりませんは、片手で胸、肩のあたりを2回ほど払い上げます。両手のひらを顔に向けて並べ、軽く 1、2 回前に出します。勉強を表します。人差し指で自分を指します。それでは皆さんご一緒に、私は手話がわかりません。勉強しています。
続いては企業の窓口やお店の接客に役立つ手話です。いらっしゃいませ。お客様を奥へお通しするように両手を前から後ろへ動かします。それでは皆さんご一緒に、いらっしゃいませ。どのようなご用件でしょうか。軽く曲げた両腕を手前に引き寄せ胸に当てます。人差し指を立てて左右に数回振ります。片手を差し出しながら疑問形などで首をかしげます。接客対応の時は手を差し出した方が良いでしょう。それでは皆さんご一緒に、どのようなご用件でしょうか。何かお手伝いしましょうか。人差し指を立てて左右に数回振ります。手伝うは片手の親指を立て、もう片方の手のひらで2回ほど押します。疑問形なので片手を差し出しながら首をかしげます。それでは皆さんご一緒に、何かお手伝いしましょうか。お待たせしました。片手の指を揃え顎につけます。松を表します。人差し指と親指で眉間をつまむ動作をし、片手で拝みます。それでは皆さんご一緒に、お待たせしました。筆談でよろしいでしょうか。ペンで書く仕草をします。小指で顎に 2,3 回触れます。疑問形などで手を差し出しながら首をかしげます。それでは皆さんご一緒に、筆談でよろしいでしょうか。住所と名前をこの紙に書いてください。住所は両手で屋根の形を表し、片手の指を軽く曲げその下に置きます。名前は人差し指と親指で輪を作り、名札のイメージで胸に当てます。書いてもらいたい紙を指さします。ペンで書く仕草をします。片手で拝み
お願いを表します。それでは皆さんご一緒に、住所と名前をこの紙に書いてください。お越しいただきありがとうございました。親指を立てた状態で片手を握り、もう片方の手を下に添えて胸の方へ引き寄せます。そしてありがとうを表します。それでは皆さんご一緒に、お越しいただきありがとうございました。いかがでしたか？まずは簡単な言葉から始めてみましょう。とにかく積極的に手話で会話してみることが上達への近道です。大切なのは伝えたいという気持ちです。手話がわからないときは、すいません、わかりません、筆談でも良いですか、とはっきり伝えましょう。それではこれでレッスンは終わりです。皆さんと手話でお話しできる日を楽しみにしています。さようなら。